これより、6月10日に行われます UN タッグベルト初代王者決定ワンベルトトーナメントに関する、公開記者会見を、行います。司会進行を務めますテレビプロジェクト代表島田彩です。よろしくお願いいたします。ベルトを創設するにあたりご尽力いただきました PWF 会長ドリーハンクジュニア氏の代理人で改められます大住義夫さんにもご同席いただきます。よろしくお願いいたします。改めまして UN タッグベルトが完成いたしましたので本日皆様へもお披露目となっております。天竜源一郎にゆかりのある UN ベルトのタッグベルトを新設することとなり大変光栄に思い、また新たに天竜プロジェクトから歴史を紡いでいく機会をいただきましたことに心から感謝しております。この UN タッグベルトは PWF 認可天竜プロジェクト認定として6月10日よりその歴史を刻んでいくこととなります。本日はその初代王者決定トーナメントに名乗りを上げてくださいました出場4チームの皆様にもこちらにお越しいただきその意気込みなどを語っていただきます。まずはベルトの新設にあたり天竜源一郎よりコメントを頂戴しましたので僭越ながら私が代読をいたします。今回多くの方のご協力で天竜プロジェクトに私自身も大変思い入れのある UN のタッグベルトを新設することになりました。私がこのベルトを愛したように手にした選手たちが誇りに思えるベルトとなるよう出場選手やこれからこのベルトを目指す選手たちには肝に銘じて一生懸命プロレスをしてほしいと思います。トーナメントのメンバーにもとても満足しています。タッグらしい戦いを見せて有限法をしのぐチームワーク可能性を見られることを期待していますということです。ありがとうございます。また大住様よりドリーファンクジュニア氏からのメッセージも頂戴したいと思います。ドリーファンクジュニア PWF 会長を代理をさせていただきます大住と申します。天竜プロジェクトさんの代表からこの相談を受けまして早速ドリーファンクジュニアに連絡いたしました。これのドリーファンクジュニアからのコメントを今読ませていただきます。すいません携帯なのです今携帯に払いをいただきます。皆様こんにちは。ドリーファンクジュニアです。天竜プロジェクト管理の上、ユナイテッドナショナルタッグ王座が新設されます。PWF も天竜源一郎に賛同して支援します。皆様もご支援をお願いいたします。頑張ってください。ネバークイット、ネバークイット、ネバークイット。天竜さん、頑張ってください。とコメントを預かっております。大きな2人の力も借りて、UN タッグが新しく、本日皆様に、お披露目できることを本当にありがたく思っております。それでは、出場4チームの皆様にご登場いただきます。パンさんお願いします。それではタッグトーナメント出場選手を入場をお伝えします。まずは全日本プロレスより青柳優馬、青柳敦貴組入場です。大日本プロレス上谷秀吉、吉田和正組入場です。天竜プロジェクト選抜チーム、まずは河野正幸、児玉雄介組入場です。同じく天竜プロジェクト選抜チーム、佐藤光平、寿司組入場です。はい、皆様ありがとうございます。この4チームで、新しいベルトトーナメントを始めることとなります。皆様どうぞご着席ください。 PWF 認可天竜プロジェクト認定ユナイテッドナショナルタッグベルトはPWF ルールで行われ、1回戦は30分一本勝負となります。決勝戦は60分一本勝負、1回戦の勝者チーム同士で行うこととなります。もちろん決勝進出チームは1日に1試合を行うこととなります。その勝つ気にトーナメント優勝者は初代王者チームとなります。組み合わせは後日天竜プロジェクトより改めて発表させていただきます。
各出場選手は命名に私もしくはご自身の団体に出場の意向をいただいたこのベルトへ思い入れのある方ばかりです。皆様から一言ずつこのトーナメントに出場する意気込みを頂戴したいと思います。まずは青柳敦樹選手お願いいたします。全日本プロレスの青柳敦樹です。このトーナメントを開催されるっていうのを、隣の兄に2日前に聞かされたばっかりで、まだ状況が正直把握できていませんが、青柳兄弟でこう勲章を残せる、しかも初代王者っていう、はい、名前を残せたらなと、はい、このトーナメント頑張りたいと思います。お願いします。ありがとうございます。次回続いて青柳美選手お願いいたします。はい、全日本プロレスの青柳優馬です。実はですね、この UN タッグのベルトが新しくできるというのを、噂で聞きまして、実は PWF に出回ししてどうかこのトーナメント青柳優馬に出場させてもらえないかと、青柳兄弟揃って出場させてもらえないかという話をさせてもらい、なんとか、PWF からの許可をいただき、この大会に出場させてもらうことになりました。新しく作られたベルトということで、青柳兄弟の名前が、初代に先頭に立つというのが、非常に楽しみでもありますし、夢ありませんか、兄弟で初代タッグチャンピオンで。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、初代タッグチャンピオンに青柳兄弟がなりたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして吉田和正選手お願いいたします。はい、大日本プロレスの吉田和正です。まずこの初代 UN タッグトーナメントに出場させていただき、自分を選んでいただき本当にありがとうございます。天竜プロジェクトさんに、参戦させていただいて2年、まだ全く結果を残しておりません。なので、是が非でもこのベルトは取りに行きます。あと、このベルトを取った暁には、この天竜プロジェクトで散々俺をバカにしている新井健一郎を指名してやりたいと思います。では自分が出場するしかないなと思いました。なぜなら僕は天竜さんの引退ロードで大日本プロレスの中で最後に関わった選手だからです。そして大日本プロレスの中で唯一タッグを組んで天竜さんに黒星をつけてしまったからです。汚名を返上して名誉を挽回するチャンスだと思ってます。絶対優勝していきます。タッグトーナメントゴーゴーゴーだぜ。ありがとうございます。続きまして天竜プロジェクト選抜チームより児玉祐介選手お願いします。皆さんこんにちは、児玉祐介です。おはよう。この新設されたタッグベルト、このアウンという言葉が刻まれておりますけれども、アウンというと、まあ、ナイスタッグ、アウンの呼吸というのがありますね。僕と河野さんがっちり組んでトーナメントに出場するの多分初めてですよ。ただ付き合いはすごく長いんです。バッチリのアウンの呼吸見せつけたいと思います。そして、実はデビューしたての時から、天竜さんにはすごくお世話になっていたので、実は付き合いがすごく長くてですね、この天竜さんに対してもしっかりとこのあうんの呼吸、僕と天竜さんのあうんの呼吸、見せつけれるんだよ、僕たちが、ベルトを取るところをしっかりと見てもらいたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。
小山正樹選手、お願いいたします。はい、小山です。僕は自分は天竜さんと最初で最後のシングルマッチをしてからもう20年経ちまして、2003年6月13日に愛知県体育館で天竜さんとシングルマッチをやらせてもらって、僕負けたんですけど天竜さんの鼻折るっていうよくわからないことが起きたんですけども、なので、20周年3日前ですけど、鼻折って20周年の3日前に天竜さんが作ったベルトを取りに行きたいなと思ってます。あとこの日の試合会場はあの場所なので僕と児玉は強いと思います。ありがとうございます。それでは瀬選手、お願いいたします。ピアリー瀬選です。勝敗がある以上、孤独と向き合い戦うものだと、捉えられている部分も多いと思います。ですが私個人は、対戦相手がライバル、同期、パートナー、さまざまな立場においてプロレスと人間のつながりが、あると思います。その人のプロレス人生を、揺るがす、大きな化学反応が生まれ、タッグならではの魅力がそこには溢れてくると捉えております。流言法の暗雲が刻まれた、このベルトだからこそ生まれるそれぞれのロマンに希望を馳せております。そして UN タップという名の付いたベルトを新設することに大変大きな責任と責務を感じております。それに恥じぬようにしっかりと管理運営をしてまいりたいと考えております。タップベルトにもシングルベルトと同様、もしくはその時には、その時
時には、それ以上の、価値や、魂が息づいて、選手たちの中で光り輝いていくものと、考えます。ここに名前を連ねていない方々からも、多数出場意向があったんですけれども、誠に勝手ながら代表として今後の各選手の目指すところ、方針など、を踏まえまして、そして天竜源一郎と、このベルトに対する思いを優先、また今回のトーナメントへの意気込みを優先させていただくことになりました。この4チームで6月10日にワンデートーナメントを行い、UN タップベルトの初代王者が決まることとなります。皆様にもぜひ大きな期待をいただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上で、会見を終了いたします。この後皆さんで撮影がありますので少しお時間頂戴します。ありがとうございます。